んにちは、池田しおりです。今日は、猫系難毛の方におすすめのポニーテールアレンジをしていきます。はい、梅雨の時期で髪の毛を下ろしてられない方も多いかなと思いますので、その時にすっきり見えるアレンジになっておりますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。オイルを全体につけていきます。髪の毛の広がる方はしっかりとオイルをつけるのがおすすめです。全部の髪の毛を耳ラインぐらいの位置で一つにまとめていきます。ゴムで一つにまとめます。表面の部分にボリュームを出していきます。普通にポニーテールをするとこのぐらいの感じだと思うんですけど、ここから少しここにボリュームアップさせていきます。ポニーテールした毛先の部分を上下に2つに分けます。上の髪の毛はダッカールで留めておきます。下の髪の毛のこのぐらい毛束を取って小さなお団子を作っていきます。お団子は縦向きになるように作っていきます。お団子はだいたいこのような感じです。ダッカールを外して上の髪の毛をなじませていきます。そうするとこのぐらいボリューム感が出ます。最後にスカーフを使っていきます。ゴムの部分にまず上にスカーフを置いて下でクロスさせて、で、上で作ります。今、髪の毛とスカーフの間が空いてしまっているので、スカーフをギュッと締めて、間のここの間隔をなくすようにします。毛先の乾燥が気になる方は、最後にオイルをつけてツヤを出したら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。今日はポニーテールのアレンジだったんですけど、横から見た時にちょっとこうボリュームが出るように、中にちょっとこう小さいお団子を作るっていうのがポイントなんですけど、もしちょっとお団子を作るの難しい方とかはこういうクリップがあったら、それを同じように間に挟んでちょっとこう止めてあげると高さが出るので、よかったらやってみてください。また次回の動画で会いましょう。さよなら。